ミア、トモカ様、この間の歩のセンター公演、すっごくかっこよかったよね。歩がドカーンって決めると客席がうわーってなって、もう最高だったよ。はい、会場中がニコニコしてましたね。そうですね、私も拍手をしすぎて少し手が痛くなってしまいました。でもドカーンよりバシーンだったような。そうかな、私はドカーンって感じがしたけど二人とも何を言っているのかちっともわかりませんよ。プロデューサーさん、お疲れ様です。今、あゆむさんのセンター公演の話をしてたんですよ。ところで、プロデューサーさん、次の公演はどうするのか、もう決まってますか？おー、よかったです。それなら私にやらせてください。はい、あゆむさんのセンター公演を見たらとってもうずうずしてきたんですよ。私もあゆむさんのように自分らしさをいっぱい詰め込んだステージを作ってみたいと思いまして、なので私を次のセンター候補に入れてください。よろしくお願いしますね。おー、本当ですか？やりましたよ。ミヤさんに先を越されてしまいましたね。でも素敵なことですから、頑張ってください。うみちゃん、ともかちゃん、ありがとうございます。はい、頑張りますよ。私にできることがあったら協力は惜しみません。こぶたちゃんたちを幸せにしてあげてくださいね。私も何でも手伝っちゃうから何でも言ってね。おお、二人とも頼もしいですな。ともかちゃん、うみちゃん、よろしくお願いしますね。どこにいるか分かりましたよ。え、
ええ、今は事務室にいるみたいです。美咲さんが教えてくれました。囲碁も楽しいけど、将棋も捨てがたいですな。みやー、探したんだよ。うわ、なんか置いてある。囲碁？こっちは将棋？あ、海ちゃん、ともかちゃん、プロデューサーさんもお疲れ様です。部屋がいろいろなものであふれかえっていますね。ミヤさんの私物でしょうか。こっちはアルバム？あ、かわいい。このアルバムに写ってる女の子ってミヤ？はい、小さい頃の私ですよ。これは私の宝物なんです。次の公演について考えてるんですよ。ん？宝物を見ながら次の公演について考えるの？はい、今度の公演はきっと私の宝物になると思うんです。なので宝物を見ながら考えたらいいアイディアが浮かぶかと思いまして。ミヤさんの宝物と同じくらい素敵な公演にしたいという気持ちの表れでしょうか。そういうことになりますかね。それがまだなんです。コンセプトというのは難しいですな。コンセプトも大事ですが、あまりのんびりしていると公演が始まってしまいますよ。そろそろレッスンだけでも始めておいた方がいいのではありませんか。そうですね。あ、だったら今からレッスンしようよ。体を動かしたらきっと頭もすっきりするよ。なるほど、わかりました。それでは今日はとてもお天気がいいので、みんなで公園にお散歩に行きませんか。公園でレッスン？あれ？お散歩？レッスンじゃなくて？はい、お散歩をしながら少し考えてみようかと。それでは出発進行。外に出てきて正解だったかもだね。そうですね、レッスンルームにこもっていては気づけませんでしたね。あ、ねえねえ、みんなで競争しようよ。あそこの木に一番先にタッチした人が優勝ね。もちろんプロデューサーも参加だよ。かけっこするのは久しぶりですね。その後は日向でのんびりするのもいいですな。皆さん、お散歩もいいですが、ちゃんと公園のことも考えていますか？あ、そうだった。
プロデューサーさん、しっかり舵取りしてくれないと困りますよ。もし小豚ちゃんを喜ばせられないようなことになれば、その時は分かっていますよね。そうですね、いろんな人が楽しめるそういう公園でないとダメですよね。もう、ん？おや？こんなところに松ぼっくりが落ちてますよ。コロコロしてて可愛いですね。お土産に持って帰りましょうか。おお、こっちには新芽が生えてきていますよ。プロデューサーさん、これは何というお花かわかりますか？赤ちゃんは知っていますか？そうですね、花は好きな方ですが、残念ながらこのお花の名前は分かりませんね。そうですか、ではこのお花の名前は咲いてからのお楽しみということですな。お花が咲く頃にまたみんなでお散歩に来るといいかもしれませんね。賛成！じゃあその時もみんなで来ようね。はい、約束ですよ。お花見楽しみですね。あら、プロデューサーじゃないですか。それに、宮に海、友かも。え？あー、リツコさんと高根さんだ！やっほー！海、今日も元気がいいのですね。みんなでお散歩ですか？はい、先ほど終わりましたので、これから劇場に向かうところでした。ここのところかなり忙しかったですからね。気分転換に公園で緑を眺めていこうかと思いまして。とんでもない、アイドルは忙しくてこそですから、ありがたいことです。あれ？でもミアたちは散歩してて大丈夫なの？次の公演のレッスン始まったばかりじゃなかった？はい、その公演のことを考えていまして、いいアイディアが出なかったので気分転換に。ミアさんがセンターの公演なのでステージプランを考えているんですよ。なるほど、それで公園に来たというわけですね。良き判断だと思います。広々とした場所で自然に身を委ねることで、やがて心も静まり、様々な物事が見えてくるものです。まあそうよね。気を抜いてばっかりなのは困りものだけど、肩肘張ってるばかりじゃ息も詰まるし、そんな疲れた顔ファンに見せても仕方ないものね。ふむふむ、わかりましたよ。
ったの、ミア。はい、公園もお散歩と一緒ですね。楽しくお散歩することにしましょう。ただゴールがないと迷子になってしまいます。でもこれでもう安心ですよ。え、どういうこと？ミア、つまりどういうこと？ミアさんの中で公園で何をやりたいのか固まったということではないでしょうか。そっか、通りでミアなんだかキラキラしてるって思った。リツコさん、タカネさん、ありがとうございました。え、うんうん、どういたしまして。力になれたのならよかったわ。公園頑張ってね。ねえタカネ、さっきの私たち何かいいこと言った？どうでしょう、散歩に賛同しただけだったようには思いますが、言葉は受け取り方一つで意味を変えるもの。ミヤオミヤが何かを見出したのならめでたきことです。海ちゃんもともかちゃんも、それからプロデューサーさんも、お散歩に付き合ってくれてありがとうございました。うん、私も楽しかったよ。公園では一緒に会場中を盛り上げようね。そうですね、こぶたちゃんたちをたくさん泣かせてあげましょう。はい、楽しい公演にしてみせますからね。むふふ。みなさん、今日の公演はどうでしたか？私はとっても楽しかったですよ。でもナムコプロライブシアターの魅力はまだまだこんなものじゃありません。これからも私たちが皆さんの手を引っ張ってご案内しますから、一緒に見てくださいね。プロデューサーさん、お疲れ様です。そうでしたか。ということはちゃんと伝わったかもしれませんね。それはですね、私アイドルになってから毎日がとっても楽しいんです。公演でもお仕事でもみんなと一緒にたくさんの初めてを経験できますし、ですから今日はお客さんにそのことを伝えたいと思ったんです。私の立っているこの場所は、この劇場はこんなに楽しいんですよって。プロデューサーさん、ちゃんと伝わりましたよね。
で幸せそうな顔の子豚ちゃんたちは私も初めて見ましたよ。聖母として成長できた気がします。本当に素晴らしい公演でした。私がセンターの時もとっても楽しかったけど、今日はね、なんか違ったの、違う楽しいだったの。なんかね、ずっとミアだった。ミアの公演ってこういうことだったんだね。ふふ、海ちゃんもともかちゃんにもちゃんと伝えられてよかったです。ねえねえ、公演の大成功をお祝いしてみんなで何かしようよ。おお、いいですな。そういえばそろそろ公園のお花が咲いてるかもしれません。リツコさんや高根さんも誘って見に行きませんか。みんなでお弁当を持ってピクニックです。ピクニック行きたい。いつにする、いつにする。プロデューサーさんはいつがお暇ですか。もちろんプロデューサーさんも参加しますよね。プロデューサーさん、この間のピクニック楽しかったですね。はい、ライブはファンの皆さんと一緒でしたけど、ピクニックは違いましたから。皆さんに少しでもピクニックの楽しさを伝えられたらと思いまして。プロデューサーさんにそう言ってもらえるならきっと大丈夫ですね。よかったです。そういえばまた今度ふみちゃんやともかちゃんとお散歩をする予定なんですよ。プロデューサーさんもまた一緒に行ってくださいね。